先生は確かにこの門内へお入りになりました。姉上、お師匠様、お願いのものでございます。父の敵を討たんがため憲法修行の死を求め、お師匠様のお名を慕って都へ参りましたもの。司法国は…いや言うな、名は聞くまい。親の敵を討たんがために武蔵を頼って都へ来たか。はいはい。首相とは思うが望みは叶えられぬ。ご入門叶いませぬか。武蔵は吉岡一門の標榜者を相手に一乗寺に戦わねばならぬ。一乗寺に果たし状を受けたばかり。生きるか死ぬるか明日の知れぬ身だ。ここに違いない。あ、それあれが下がります。間違いではない。もうほどなくお見えになろう。
吉岡又七郎殿はまだ19歳と。又七郎の父清十郎、叔父伝七郎のお二人が武蔵先生と立ち寄って遅れを取った。今日はその遺恨試合じゃ。標本者の試合に遺恨は含まれものと承りましたが、武蔵先生ほどの方でも遺恨の試合がございますのか。違うぞ。先生、標本をしかと覚え、武芸をよく務め、心の迷うところなく誠の道に背かざる、これ武士となす。横島なる石井君は心の迷い。でも吉岡一門は先生。よし、とうとうなかれ。己誠の心を知って、正しく明らかに標法を行えば、何事にも迷うことなし。はい。あ、これ。試合にも見事語れよ。参りましょう、アレビ。あ、試合の場所に近づいてはならぬと仰せられたぞ。でもせめて遠くから。武蔵め、また例の手で散々こちらを待たせることであろう。伝七郎先生も清十郎先生も武蔵が遅れたので苛立って遅れを取られたのです。いや、だがもうその手には乗らぬ。また七郎様、弁当でも使いながらゆっくり待つことにいたしましょう。待ちかねたの、またしよう。おめでとうございました。相手がどれほど多勢でも必ずお勝ちなさると思っておりましたが、吉岡一門の方々は三度ともお師匠様に。
城様、おめでとうございました。さぞお疲れでございましょう。ゆずきを整えてお待ち申しました。お立ち寄りくださいませんか。さあどうぞ。お手を。親の仇とか聞いた。はい、私どもの。いや言うな。親の仇疑うがために兵法は教えぬ。兵法は道だ、武士の道だ。敵疑うがための方便ではない。敵疑うとして学ぶは秋生殿の利用縁として物作るに同じだ。憲法の技に迷い方便に曇って誠の道が分かると思う。はい、分かりました。どう分かった。敵と流行る心がいつしか本の道を忘れておりました。敵討ちは末の末と分かりました。どうぞお師匠様、私たちに誠の道をお教えくださいませ。事の道は勝敗のあなたにあるぞ。だがしかしまず勝て。勝ちを売れば道をおのずから仕掛ける。忘れるな。立ちが思っても心の持ちようは常の心に違えず、心を白くまっすぐにしてたるまず偏らず、心を真ん中に起きて揺るがせ。心は弱くとも、そこの心を強く。いざ戦場のせわしき時にも、動きなき心。おい、目がいかん。標本は目だぞ。目のつけようは、大きく広く。大きところを近く見、近きところを遠く見る。目の玉動かさずして両脇を見る。ふうすべし。俺芸術やー甘いしろ。
へ出ているのだ。お前から先生を頼み申しておれるか。佐々木先生がご助成くだされば天下に恐ろしいものはないのだ。なあ、お市、兄弟のよしみだ。兄二人が命を助けると思って先生お願い申してくれ。なあ、お市、頼む。野々宮兄弟風情がそれほどに恐ろしいございますか。いや、野々宮兄弟が恐ろしいのではない。後についている女性人が怖いのじゃ。女性人とは何人でございます。お市、宮本武蔵じゃ。宮本武蔵が野々宮の助人になりました。それじゃによって先生お願い申すのじゃ。武蔵に歯向こうて勝ちを売る者は佐々木先生を置いて他にあるまいではないか。先生なら武蔵にとって恐れはなさるまい。それとも吉岡一門を断絶させた武蔵の腕に舌を巻いておられようか。まとまれ。武蔵の時田舎兵法者何事のことやがるべき。宮部の口を叩くな。よい限りで当分稽古はできんのだ。明日は佐賀へ泊まる。お武家は晴れだぞ。早い。町は王に小刀とは違うぞ。早く早くと心をせげば町の道違いで敵を切り渡し。ありがとうございます。いや、野々宮兄弟だけでは助成せんぞ。俺の相手は武蔵じゃ。私たちも野々宮兄弟だけなら先生の武蔵はかりません。いや、さもあろう。当時吉岡一門を売って洛中第一の武蔵じゃ。いや、どこぞで会いたいと思うておったが、いや、ちょうど良い折じゃ。武蔵の腕が勝るか、小次郎の標本が上越えるか、一代の大勝負きっとしてみしょうぞ。いや、俺は武蔵と試合をしたい一心じゃ。お主たちは野々宮兄弟を打ち果たせばそれでことが済む。はい。どうじゃ、武蔵の胸をついて野々宮兄弟を打ち果たそう。はい。野々宮兄弟を打って武蔵をムカつかせる。ひとまず姿を隠してキャツを苛立たせる。同胞者の一徹、血眼になって俺たちを探し求めよう。その崩れを狙って打って出るのじゃ。武蔵が天下一か、小次郎が天下一か。武蔵を見かけました。何？あれか。一挙から帰られまこ。千代は何やら半。
武蔵はどこにおるのじゃ。武蔵に会うたら言え、源一郎を斬ったは佐々木小次郎じゃと伝えるんじゃぞ。これ待って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 、女はいつでも切れる。ああ、行け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 、命目をのやつだ。よいな。ヤンマさん、私にしかと伝えるのじゃぞ。源一郎を撃ったのは巌流佐々木小次郎じゃと。よいな、よいか。あれは、
れたか。お嬢様、お邪魔を恐れてお仕事の終わるをここでお待ち申しておりました。観音様、どなた様のご栄光でございまするか。参る。あれは楠木摩擦羅公の御首塚だ。摩擦羅公の御菩提を弔って手作りの御仏をお手向け申そうと思い立った。万丈の君の恩ために命を捨てられた摩擦羅公こそ妙法堂に徹するのお方だ。忍。はい。私事の一種に争うをやめ。摩擦羅公のごとく君の恩ためには聖報国の争いを忘れず、大義真を召し、己を捨てて大いなる道のために資する心にはならぬか。はい。もしお師匠様そのようにせよと仰せられまするならば、お師匠様、源一郎は返り討ちになりました。何？佐本兄弟と女性人に踏み込まれ無念ながら。して女性人とは何者？佐々木小次郎と申して。小次郎、巌流か。はい。Thank you.
地を撤去するのもない。一郎の仇は元年伊藤も含ませて俺と立ち往したの頃で源一郎を斬ったのだ。武蔵は元流を求めて諸国を巡る。佐本兄弟に会えば時と場所を選ばずに斬る。私の恨みを捨てよと仰せられたお師匠様がなぜそのように。いや、小次郎は私の恨みではない。情報修行者が力を出し切る試練の相手だ。この争いに勝つ者こそ国を守る標法者と言えよ。巌流も俺を待っているのだ。私もお供が。ならん。今より一年の後には御前小倉へ下り、細川家長岡佐渡方に滞留する。それまでは別れるぞ。もう敵を探せ。聞いておったが、さては父の縁を頼ってまいったな。御所、武蔵をどうなされます。佐々木小次郎が御道家の師範とは存ぜず、彼を訪ねて諸国をへめぐりおりました。御家老のお力を持ちまして、彼との立ち合いお許しの出まするようお願いつかまつります。何故に巌流小次郎と立ち会いたいか。医師遺恨にては許しません。しばらく。はばかりながら小次郎の賢明天下になっております。武蔵も修行者の一分、天下一の剣法者と立ち合い我が腕を試してみとうござります。武蔵峰良人義豊前の国船島において立ち合い差し許すについては勝負見物の儀固く発とたるべく、当日船島より海上一里の間一切船で禁止申し渡し候異なり、3月8日細川一中の神。死のう。お師匠様、一年の間佐本兄弟を探して諸国を巡りましたが、いまだに行方が知れませぬ。知れている。明日の立ち会いは真剣でござりまするか。もう元よりのことじゃ。
ご分おめでたく。うん。星川。おう。先生。うん。武蔵はご家老のお屋敷にはおりません。船島に先渡りしたのか。いえ、下関の問屋小林太郎左衛門方に宿を取っております。下関からは渡る気かの。お師匠様は絵もお描きなりまするので、仏を刻むも絵を描くも剣を取るも同じ道だ。兵法の理、諸芸諸能の道、いささかも変わりはない。夜が明けました。お師匠様、先生は小倉より殿様のお船で来られるが、武蔵は下関から乗るというぞ。一体どちらが強いのか。さあ、石を踏む立ち合いだというからの。
サモトグランドに孫四郎兄弟。ご無事にお帰りをお待ち申し上げまする。うん。グランドも孫四郎もまだ戻らんか。はい。まだ。何度も孫四郎もこれならば身動きもなるまい。父弟の敵討ちたくば討て。再び太刀は持てぬ身だ。助けてはやらぬか。その代わりお師匠様も巌流とのお立ち会いを取りやめくださいませ。私ともども俺は標方者だ。標方修行に一生をかくる身は恨みを持って立ち会うのではない。今天下に武蔵の相手は巌流一人、小次郎は武蔵の鏡だ。道を求むる者のやむにやまれぬ立ち合いだ。私はここでお帰りをお待ち申しております。ご分をお祈りしてここで。宮本氏はまだか。まだ見えられません。Thank you.
中を負けたい。何？頭難属作用海中にして負けたい負けたい。何？が見えたぞ。兵法の道にかなわず武蔵に恨みを含むと見えたり、新遺恨の剣と見えたり、曇りがあるぞ。おめでとうございました。お喜び申し上げます。武蔵の剣にも迷いはあった。曇りなしとは言い難い。修行が足らん、修行が足らん。兵法道一生の修行。別れますぞ。兵法道に一生を捧ぐるお師匠様の足手まといとなりませぬよう、父弟の菩提を弔って仏の道に入りまする。よくぞよくぞ。武蔵も生涯目とら。心の妻と思って過ごすぞ。